キューバワニは、クロコダイル族に分類されるワニの一種。キューバ固有種最大全長350センチメートル。興奮は細長く、上顎に厚みがある。興奮の基部は、両形状に盛り上がる。価格第一波によって、上顎の粉闘に穴が開かない。目後部から耳蓋上部には、隆気が発達する。頸部に並ぶ鱗は4枚で、セリンバンとは離れている。 セリンバンは6列で規則的に並ぶ。体色は高褐色で黒い横縞や斑点が入る。交際は暗緑褐色。卵は長径 7.8cm、短径 5.2cm。クロコダイル族内では原始的な形態を残した種とされる。性格は非常に攻撃的。原生ワニ類の中では最も陸を好むワニであり。 他のワニ類と同様に、時速 16km 前後でのギャロップが可能なだけで、なく、カリさイも、大地をかけることで行うことがあるしかもこれらは、かつて、バハマ諸島などに生息した、キューバワニも同様であり、キューバワニ全体に見られる習性と考えられる。獲物は魚、陸メのような爬虫類、サギなどの鳥類、それにフチアといった、哺乳類で、 もちろん他のワニ類同様に水中からの吸収も行うことがある。水辺の砂地に穴を掘って卵を産む。農業による生息地の破壊などにより生息数が激減している。かつてはキューバ島及びその周辺の当初にも分布していたが、現在はキューバ国内の二つの沼のみに生息する。その一方であるキューバ島にあるサパタ沼では本種と アメリカーニを一緒に囲いを設けて保護した結果、本種とアメリカーニの主観雑種が現れ遺伝子汚染が懸念されている。そのため、サパタ沼内に別の囲いを設け、そこに純粋な本種を隔離して保護している。もう一方のフベンツド島のラニエル沼では人為的に移入されたメガネカイマンによる容体の捕食が問題になっている。ありがとうございます。